ハローベルディ、東京ベルディトライアスロンチームの江田よしこです。隣にいるのは、江田ちゃん人形です。はい。手作りで作っていただきました。似てますか？はい。ちょっと江田チャンネルにも登場してもらいながら、はい。一緒に頑張っていきたいと思います。こうやると可愛い。はい。はい。チャンネル登録者数も926人です。今、1000人までもう少しなので、ぜひチャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。はい。今回の動画は、まあ、ちょっと自分の近況報告と、レースが始まってくると思います。石垣島、宮古島、横浜と、どんどんこう、これからトライアスロンシーズンが始まっていくと思うので、ちょっと私が、こう、レースとか、記録会とか、練習をする中で、大切だなって思うことを紹介していきたいと思います。はい。あとは、ウェットジェルについて紹介してくださいとコメントいただきましたので、こちらの方も紹介していきたいと思います。はい、ぜひご視聴よろしくお願いします。まあ、近況報告は皆さんこうなんで140以内入らなきゃいけないかとか、認定記録会10球切らなきゃいけないかとか思っている方が結構いらっしゃったと思うので、はい。ちょっとあまりこう、結構瀬戸際にいたので、すごくちょっとピリピリした状態がずっと続いていたんですけれども、エリート選手は、まず海外のコンチネンタルカップに出場するためには、認定記録会の10球っていうものを切るか、世界ランキング140以内に入るかというどちらかを突破しないと、まず海外のコンチネンタルカップに出場することができません。しっかりとワールドランキングのポイントを獲得するために、まあ、レースをしっかりと回らなきゃいけないという状態の中で、まあ、私はキューバとメキシコのレースで148番現在は153番なんですけれども、こうギリギリ突破することができず帰ってきました。で、認定記録会のこう10球を切った期限っていうのが1年間になるので、それが3月13日で切れてしまって、ちょうどどちらもこう記録会も切れない、140にも入れなかった状態だったので、もう一回記録会に出ないといけなくて、鳥取に行って、ちょっと水泳もランニングも思ったように走れず泳げずの結果で、次の週に東京都の記録会で無事に切ることができました。なので5月の20中国のレースからまたレースをスタートさせて、しっかりとまずは140位以内を入って、140位以内に入るとワールドカップに出場することができるので、そのもう一つ上のレースでしっかりと、まあ、今シーズンは8位以内っていうものを目標に頑張っていきたいと思います。はい。こうレーストライアスロンのシーズンが始まってくる中、こうレースが終わってから約半年ぐらい、多分皆さんトライアスロンのレースっていうものは期間が空いてしまったと思うので、こうレース感っていうものを結構忘れていることが多いです。なのでこう日頃の練習からトライアスロンのレースを想定したような練習だったりイメージだったりっていうものをぜひレースの前にしていただけるといいのかなって思います。私もこうレースに対してはあんまりこう今回は1ヶ月2ヶ月ぐらいしか空いてなかったので、すぐ思い出すことはできたんですけれども、記録会を1年ぶりにやって、
こうまず400の泳ぎ方、タイムをどう、まあ日頃はプールで泳いでいるんですけれども、400メートルを泳ぐという感覚がすごいずれていて、自分のこう、タイムが出るっていう泳ぎをしたらタイムが遅かったり、3000も思うように走れなかったりって言って、こう、自分の感覚と実際のタイムっていうものが本当にずれていたっていうものがあったので、まあなかなかトライアスロンのレースを練習中にすることはできないと思うんで、こうまあ自宅でできることだったり、こう練習の中でできるそのウェットスーツを着れるプールであったらウェットスーツを着て泳ぐ、ウェットスーツ脱ぐという動作までやったりとか、バイクとかもこうヘルメットつけてサングラスつけて飛び乗る練習とか、はい、あと例えばバイク中に補給食を食べる飲まれる方はその練習中にその実践をしてみることや、まあ、ランニングだったらシューズ履いて走ってみる、バイクの練習が終わった後に30分走るとか、こうバイクランとつなげるこういわゆるブリック練習っていうものを取り入れたりとかしてみてください。はい、まあ人それぞれあると思いますので、ぜひこう最高なレースをスタートできるためにイメージと準備とドキドキすると思いますが、やってみてください。はい、あとウェットジェルをどんなものを使っていますかというコメントをいただいたので、今回は実際にこう私がウェットスーツを着てるときに、下ウェットスーツの下にウェットジェルっていうものをすごい塗りたくって、するとこう脱げるようにすることと、あと泳いでる時に中でジェルを塗ってると滑るので、どうしてもウェットスーツ着ると肩周りが動かないとか思う方多いと思うんですけれども、このウェットジェルをこうしっかり塗りたくることでスーツの下状態を作ることができるので、こう肩周りにストレスなく、はい、泳ぐことができます。はい、これはエイカーさんのウェットジェルです。はい、使うときはこういうビニール袋をまあ手にして、こうウェットの下にしっかりと塗りたくることと、あとウェットスーツの上から肘周りと膝周りに上から塗っとくことで、こうつるっと脱いだ時にここがつるんと脱ぎやすくなるので、ぜひ全身に塗ることと肘と膝にこれを塗って泳ぐととても泳ぎやすくなりますし、なんか肩本当に楽になると思うので、ぜひウェットジェル使ってみてください。はい、あとはまあ石垣島とか宮古島は暖かいんで多分大丈夫だとは思うんですけれども、こう横浜とかのレースに出られる方はちょっと寒さが気になる方とかいたら、ホットジェルっていうものを塗ったりするっていうものもいいのかなと思います。あとはワセリンは自分はお腹周りにいつも塗っています。お腹が痛くならないように、お腹が冷えないようにしています。はい、なのでぜひウェットジェルを使ってみてください。ぜひ皆さんのシーズンインを楽しみにしています。何かこうシーズンに向けてもうなんか質問等ありましたらコメントしていただければ、ぜひ返したいと思いますので、コメントお待ちしております。はい、それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。リクエストありましたらコメントよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。